で、とりあえず難波の方に向かってって、どこやったっけ、どっかの駅で乗り換えなあかんのやな。今日和歌山港行った。今日和歌山港行きが行ったんだ。へえ。こっちで待っとったらあかんのか。南波行く。あれはこれんやな。例外的に和歌山港行きはこっから出るのか。あー、面白いことですね。で、ここで待っとったら特急サザンが来るか、これでいいかな。え、サザンは自由席ありますもんね。まあ、いよいよ。ちなみにいくらなの ?30 分スポーツなの。行き先が、どこだったっけ、泉さんだっけ、泉さんだね。泉さんの場で。こんな紙なんや。で、1号車。どういう並びなんや。こっちが何号車って。あ、書いてある。サザン3、4号車ってなってる。1号車。こっちってこと？こっちなのかな？書いてある。ああ、こっちでいいや。サザン1、2号車ってなってるね。あ、こっち。へえ。レシートタイプであれなんですね。あ、ちゃんと何回も模様になってんだ。なんかあれみたいですね、あの阪急のプレミアムカーか、阪急じゃねえ、なんだろう、どこ、京阪か、京阪のプレミアムカーみたいな感じですね。あれなんかずらずらってなくか、すごい長いレシートでしたけど。へえ。こういう感じですね。で、28分で泉さんの、まあまあ近い、早いね。へえ。あれなんですね。ABCD って割り振りじゃないんだな。へえ、そういえば。ちなみに多分その特急料金じゃないんで、あれみたいな感じかな。名鉄のミューチケットみたいな感じで、多分一着席ごとに520円みたいですね。だから近鉄みたいに距離によって料金が変わるとかっていうわけではなさそうですね。あ、今日こっちに特急列車がやってきて、普通列車が奥で、一番奥のところから課題機が行くのか。そこから奥に引き込んで、
留置生の方にも行けるのかな。へえ、広い駅ですね。ああ、そうか、違うわ。普通にそうか、もう一つ駅があるからか、和歌山小駅の。皆さん、本日お乗り換えでご利用くださいましてありがとうございます。出てたの、兜方面に行くよとか。次の4番乗り場の電車は10時30分発、特急南波行きです。電車行きは和歌山大学前、三崎公園、尾崎、泉佐野、岸原、堺、天下茶屋、伏見間宮です。この電車8両で到着のうち、南部側は前4両が自由席車、和歌山港側は後ろ4両が座席指定車です。座席指定車には乗車券のほかに座席指定券が必要です。乗車券のみでご乗車のお客様、ホーム中ほど町屋通勤よりも南部側は、端っこ赤い路乗車位置目標1番から4番でお待ちください。次の4番乗り場の電車は特急プラン南波行きです。電車止めてしばらくお待ちください。Thank you.